今日はメイクしてます。昨日はね、メイクしてなかったんですけど、今日はメイクしました。そう、ちょっとだけ配信しようかなと思ってやってるんですけど、みんなメリークリスマスイブ。すみません。もしかしたら夜、待って、ちょっとまだ分からないから何も言わない。なんかさ、今日がメリークリスマスイブじゃないですか。で、明日メリークリスマスでしょ？どっちがさ、あれなの？本家？どっちがメイン？どっちがメインなの？なんかメインは今日とか言ってる人もさ、いるじゃないですか。いるんですよ、実際に。今日の？私は25だと思ってたら、なんか友達がね、20読んだよって言うんですよ。騒ぎたい人は今日です。騒ぎたい人。最近、千織さんって何？今やってるの、配信。千織さんって待って、だからか。夜配信、コラボ配信したい。ちょっと待って。ねえ、コラボ配信確かにしたい。とりあえず。わからないので、ちょっとね。
なんとも言えないんですけど、もしこれ倍にするってなったら、最近髪の毛を切り、間違えた、前髪を切りたくて困ってるんですよ。前髪切りたすぎて、前髪なんていうの、前髪を切りたすぎる。はい、明日、あ、ちなみに明日サンタさん維持するんですけど、ちょっとまだわかんないけど、でも8時とか8時半くらいにできたらなって思うの。その時は見てください。また連絡するって言っとこ。前髪をね切りたいんです。そう、前髪切りたいの。ちょっとね、私ね、さっきまず最初にちょっとアイロンつけて、前髪を切りたい、うん、でも悩んでる、私は悩んでる。だってあんなに伸ばしたい伸ばしたいって言っててやっとここまで伸ばせたんじゃないですか。約5ヶ月くらいかかりましたけど、ありがとうプレゼント。ちょっと今私食べたいものがあるから食べてる。やっぱりいいや、あとで食べる。あー、やばい、ありがとうくまさん。昨日のテレビね見てくれてた、あのね、そう、仲いい友達がいるんですけど、そう、2人連絡くれて、私友達そんな、私友達最近LINE をね変えたんですよ。最近 LINE 変えたんですけど、だからね全然友達いないんですけど、いないんだけど、その中でもその数少ない友達の中の方がね、感想とかすごい良かったよってね LINE くれてね、超嬉しかったの。もうそれだけであと100年は生きれる。そう、超嬉しくてありがとうっていう感じですよね。本当に見てくれてありがとう。千織が9時にひなこと、多分9時ですよ、多分ですよ。私も千織さんにワンチャンって言ったから、ワンチャンできる、だからもう一回もしかしたら配信するかもしれないけど、その時はよろしくお願いします。そう、嬉しいよね、なんか友達がさ見てくれたっていうのめちゃくちゃ嬉しいよね。昨日もね電話したんですよ友達と、もう大好きってなった。大好きしか出てこない。ということで
大好きしか出てこないということで、アイス食べたいと思います。いただきます。うん、これチョコじゃん。うん、これチョコじゃん。これチョコじゃん。これみんなケーキ食べるの？これチョコだよ。ちゅるさん怖い。1位の人の名前？いいね。いい、待って。いいね、やばい。面白かった。え、なんで？別に普通の名前。え、これチョコだったね。え、やっぱり友達とさ電話すると会いたくなっちゃうよな。会いたい、友達に会いたい。なんかね、本当に面白いんですよ。昨日出ましたですけど、もう昨日は3人でしたんですけど、もう面白くて、うん、最高。うん、本名です。笑わないでください。みんな笑わないでください。今年会えないから言おうとしようだ。そうじゃん。悲しい。そうだよね。私27、私に会える機会はもう27か28ですね。でもそれはどっちもしーちゃんの生誕祭と卒業公演なので。寒いって。寒いの？私バリバリ足出しちゃってるわ。みんな進路バラバラですよ。バラバラ。うん、だから多分会える機会はなくなっちゃうかな。うん、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 あやの？待って、顔やばい。ケーキはね、食べないかも。うん、うん、うん。アイスって美味しいね。明日はコスプレしますよ。
みんなも今日これ一緒に食べよう。お揃いのもの。ちなみにこれはホームランのやつです。なんかね、あったの。明日は8時半ですよ、みんな。8時半は予定、私の予定を。そう、当たると何かもらえるやつなんだけど、外れでした、これは。丸くてカービィのコスプレいつもしてる。どういうこと？おい、悪口やないかい。決定？うん、決定だ。ごちそうさまでした。見てね、コスプレ。サンタさんするよ。トナカイとかじゃなくてね。セクシーじゃないです。あ、なんならここに今あるんですけど、衣装というか着る、明日着るものが。帽子だけかぶってみて。え、本当？本気？ね、本気？え、ガチ？それとも嘘？でも。この帽子は普通の、確かに一応イブだから、確かにそうだ、ね、じゃあ帽子だけかぶるわ。それでいい？帽子だけかぶるよ。でも帽子だけかぶるけど、あれね、明日の方が、明日は全身ねってことでしょ。ちなみにあのよくあるこういうサンタ帽子じゃなくて、全然違うんです。これどうやってかぶるの？ちょっと待って、ね、ええ、なんか食パンマン、なんか食パンマンみたいになったんだけど、ベレー帽？何これ？これの被り方教えて、誰か教えてください。ここまで来て、ここら辺まで来て教えてください。え？これの被り方何？これの被り方は何？なんかどっかの国の人やん、これ。誰か教えて、かぶり方わかんない。サンタ感なさすぎだね、これだけ見たら。かぶり方教えて。これ何？これどう、なんか他の国の人やん。まあちょっとこれはね、明日かぶるということで、すいませんね。ちょっと明日もつけるの苦戦しそうだけど、
ねえ、みんなはさ、前髪長めが好き？それとも短めが好き？サンタさん、明日来ます。みんなはどっち派？なんか落ちてる。長め、今のパッツンあり。短い方がお顔がよく見える。あ、どういうこと？こっちの、でもなんかね。そうだよね、パッツンの方が可愛い、可愛げがあるよね。え、パッツンも、でもね、友達、最近ね、めちゃくちゃ仲いい。M ちゃんは今のが好きって言ってくれる。絶対パッツン似合わないよ、言っとくけど。こんなになっちゃうよ、これ薄いから。え、こんなになっちゃうよ。ちなみにパッツンにしたら、ちなみに私はパッツン、なんか切りたい気持ちはあるけど長い方が楽です。いや、短くしたらこんなになっちゃう。ちなみに見えないな、なんか。ちなみに分かんないです。ちょっと悩まさせて。顔がね、おでこ出したら可愛いだって。うん、なんかそっちの方がね、楽っちゃ楽なんですよ、正直言ってね。こっちはなんかあれでしょ、長いと大人っぽくて短いと子供でしょ。いつ来る、いつまでパッツンだったっけ。パッツン似合うかな、ちょっと不安になってきた。まあ、切る、いや切るか分かんないけどね。いや、こんな感じのってことですか。これパッツンじゃない？みんなパッツンが好きやないかい。いや、そうだよね。でも私癖っ気なんですよ。冬はねまだいいんだけど、夏がすごい嫌なんですよね、癖っ気だと。なんかそういうのもあって、なかなかそう簡単に切れない。そう、なかなかね、そう切れないんですよ。だから普通の綺麗な前髪だったら多分今でもパッツンです。はい、けどあの癖ってなので今長いんです。超楽です、正直ね。
しかも18歳ですよ。そう、アイロンでね頑張っててさ、それでさ髪の毛も傷んでさ、って考えたら前より全然楽なんですよね今はね。けどやっぱ切りたくなっちゃうよね。わかんないんです。あなたの瞳独占させて、ちょっと迷ってきた本当に。瞳の奥私を、ちょっと迷うんですけど、でもまあちょっと悩みます、悩んできます。またね前髪長いのでここまで伸びてからのでステージ立ってないんですよ。だからちょっとこれでステージ立ってみて決めてみますね。オンデマとかで見て どういう風に映ってるか。そうだからその時はよろしくお願いします。これはパッツンで、パッツンじゃないか、パッツン、わかんない。私携帯の充電、クリスマスケーキは食べません。なんで？うん、一人じゃ食べきれないから。あ、こんなのだったら食べれるけどね。今はね、レッスン三昧で、トゥルトゥルトゥ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 ルトゥルトゥルトゥトゥトゥルトゥルトゥ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 、この曲好き。ちなみに今日のコーデは見せたい、見せたいのに見せれない。これはねまだね2回目これ来たの、これ来たの2回目。ちなみにこれ来たの2回目。なんかワンピ、ちょっと待って、これ着たの2回目だ。ちなみにこれ着たの2回目。
これもうワンピースです。このまま下に続いてる。今日も黒、これそう買ったんですけど全然着れてない、全然着てない。あ、そんなことない。だから2回目です。2回目のお洋服。可愛くない？なんか全身見せたいのに見せるの。無理だ。ということで、ちょっとね、すぐ、早く、ちょっとすぐ終わるとか言って、結構長くやっちゃった。ですけど。写真撮って相手やって。確か、写真撮ろうかな。ランキング見ます。13位、エストアンデイチさん、ありがとうございます。12位、ピンクか、13位、バンコランさん、ありがとうございます。12位、ピンクカメオさん、ありがとうございます。11位、ソランさん、ありがとうございます。10位、まぼろしさん、ありがとうございます。9位、ダブルアットマーク、ひなこしさん、ありがとうございます。8位、めこぶちアットマーク、なとりのさん、ありがとうございます。7位、マックス、かごしも、世界を救うさん、ありがとうございます。6位渡辺さん、ありがとうございます。5位ハリーベルさん、ありがとうございます。4位ショート、ありがとうございます。3位ペロペロチューノさん、出た、ありがとうございます。2位大きな金の玉さん、ありがとうございます。そして1位は元気くんとマークひのこしさんでした。元気くん、ありがとうございました。元気くん、ありがとう。元気くん、ありがとうございます。1位おめでとうございます。ありがとうございます。明日はサンタさん配信しますのでね、8時半からします。8時半です。8時半、見てね。コスプレ、サンタさんのコスプレ可愛いんですよね。まだ着れてないんですけど可愛いからぜひ見てください。そう、明日は話し会もあるのでね、楽しみましょう。それでは見てくださった方ありがとうございました。またあ、そうだ、今日の夜ちょっと千織さんにね、千織さんとコラボするかちょっとわからないんですけど、また決まったらご連絡したいと思います。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。